白峰神宮がいかん白峰神宮は、京都府京都市上京区にある神社である。入るされてその地で没した、ストック天皇、純人天皇を祀る。旧名白峰宮。旧、社格は、官兵大社。白峰神宮の社地は、蹴鞠の宗家であった、道場家、飛鳥家の屋敷の跡地である。拙者の地主者に祀られる、盛大名人は、蹴鞠の守護神であり、 現在では、サッカーのほか、球技全般及び、スポーツの守護神とされ、サッカーをはじめとする、スポーツ関係者の参拝も多く、社伝前には、サッカーやバレーボールの日本代表チームや、J リーグに所属する選手などから奉納された、ボールなどが見られる。毎年4月の、春季例大祭と7月の、聖大名人礼祭には、天下大平、国家安泰、 五穀法上を祈って、白峰神宮で、蹴鞠保存会による蹴鞠が奉納されている。スポーツにちなんだお守りが有名で、カナウという縁起物がある。カナウアワールドカップが開催される際には、応援絵馬が備えられる。有名なスポーツ選手などからボールが奉納されている。ストック条項は、方言の乱に破れて、サヌ帰国に流され、 長官二年旧暦八月十六日その地で崩御した。その後天変地位が相次いだことから上皇のたたりとされ、上皇が葬られた白峰領の隣に上皇の母台を弔うために、府中の決丸殿が移築され、北京道として建立された。また、朝廷の命により、以後、白峰寺による供養会が営まれるようになった。時代は下って、 幕末の動乱期、公明天皇は異教に祀られている、ストック上皇の礼を慰めるため、その神霊を京都に移すよう幕府に命じ、慶応2年旧暦11月16日に、白峰根宮の建設が始まるが、間もなく崩御した。その意志を継いだこの明治天皇は、慶応3年旧暦1月9日、戦争、慶応4年旧暦8月18日に、 白グルの創建を占領し、直詞を白ネ漁に送り、上皇の命日の旧暦8月26日に戦時を読み上げさせ、その翌日に即位した。その直詞により、同年旧暦9月6日上皇の御霊が、佐野帰国から京都に到着し、遁勝寺殿の本尊であった、ストック上皇創業座像図を東急に移し、翌日、明治天皇が参拝した。 なお、その翌日の旧暦9月8日に、明治に改元されている。初代宮司には、佐抜国白鳥神社の神職家の井の熊夏樹がついた。1873年、藤原中丸の乱に巻き込まれて、淡路国に配慮され、その地で崩御した、淳任天皇の神霊を、淡路島から迎えて合祀し、官兵駐車とした。 1940年8月1日に、官兵大社に昇格し、神宮の号を許され、白峰神宮と改称した。小町踊り、元読時代に起源を持つ少女の踊り、近代に入って中絶したが、1962年に復活した。毎年7月7日に、元読風の衣装、髪型、舞台化粧と同様の厚化粧をした。 小学生くらいの少女多数が優雅に可憐に舞い踊る。祇園祭でも10日のお迎え提灯では、小学生くらいの少女が24日の花笠巡行では、祇園東の芸舞子がいずれも元禄風の衣装、髪型、舞台化粧と同様の厚化粧で天下に可憐に舞い踊る。白峰神宮のけまり保存会によって、毎年4月14日と7月7日に、 法のお決まりが行われている。ありがとうございます。